田中じいさんの歌からですね、18歳のデュオですね。はい、はい、で今回がなんと初舞台ということで、はいはい、曲はライオンハートですね。ライオンハート、はい、はい、ご登場いただきましょう。音楽の方は準備はよろしいですかね。はい、はい、それでは、ピアノじいさんどうぞ。どうぞ。どうも、P&G です。よろしくお願いします。どうも、じゃあこの P&G 盛り上がってまいりましょう。それではそろそろ始めたいと思います。じゃあ行きます。大学2単位で中退し、その後劇団に入るも半年でクビ。一人芝居を企画するが本番当日バックレました。そういう、ええじゃないですか。まあ鋼のハートの持ち主ですね。はい、一人コントをしていただきますね。はい、岡本さんよろしくお願いします。どうぞ。ただいまご紹介に預かりました。クズですね、もうクズです。クズと思ってもらって大丈夫です。まあ、そんな僕にもですね、この世で唯一の味方、唯一僕のファンでいてくれる人がいるんです。お母さんです。もうね、僕にはお母さんしかいないんですよ。たとえもうステージ上で僕がどんなに悲惨に滑っていても、母さんだけは客席の最前列の中央でニコ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 してくれる。もうね、それ見ると照れくささを通り越して感謝の気持ちが生まれてくるんです。本当に感謝してるんですけど、最近ちょっとその母が様子がおかしいんですよ。ついに見に来てくれなくなったんです。なんでって、まあ、もう今日いないんですよ。だから不安でしょうがないですよね。怖いですよね。いないんですよ。なんでって聞くと、旅に行くからって言うんですけど、それ普通の旅行じゃないんですよ。どうやらその土地その土地のチャクラの蓋を開けに行ってる。僕もんって思いました。チャクラ蓋、やばいやばい、もしかして母さんがやばい方向に行って真相を聞かなきゃと思って聞きましたから。母さん、もしかして宗教にハマったりするから。そしたら母さんこう答えました。何言ってんの、私のは宗教じゃなくて真実なの。うおー、一番ヤバいやつ来たんですよ。僕思いました。母さんを助けなきゃ、俺が助けないと母さんがどっか行ってしまうと思って聞きました。母さん、真実って言うけど、なんでその真実って言ったら、こう言うんですね。いい、
今この世の波動が変わって人類一人一人に神様がつくようになってるの。この理論でいくと皆様一人一人にも神様がついてるんですよ。おかしいじゃないですか。大体僕にとってはね、神様なんていらないんですよ。お母さんがいればそれでいいんだから助けなきゃと思って。おかしいよお母さん、神様がそんな漏れなくサービスみたいなのおかしいじゃないなんでそんなことになってんだよって聞いたら、母さんこうございましたね。この本読みなさい。こんな分厚い本、タイトルアクアシステムまたわけわかんない単語でした。何これって聞いたら、どうやらこんな分厚いのにですよ、要するにって言うんです。要するにお金じゃなくて物々交換の時代にしましょうっていうこと。こんな分厚いのですまあそれはいいと、お金に支配されないのはいい。だけど僕思ったんです、あれじゃあこの本どうしたの、母さんこの本もらったの。どうもありがとうございました。はい、ちょっと2連続ゴングが鳴ってしまいましたが、18組目の方頑張っていただきましょう。はい、はい、また歌なんですけれども、増田元気さん23歳、はい、バラード洋楽、小6から高3までメキシコカナダに留学しています。歌は3年前からボイトレの成果を、ボイトレをしておりまして、その成果をご覧あれということので、第1回のゴングショーの方がですね、はい、留学経験のある方が歌で取りましたね。はい、ですね、ちょっと期待が持てるんじゃないでしょうか。音楽の方準備大丈夫でしょうか。はい、それでは増田元気さんよろしくお願いします。どうぞ。Surrounded by a million people, I still feel lonely.
tonight. I'm coming back home. ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいです。すごい。はい、それでは19組目いきましょう。あれで吉永翔さん日舞ですね。俳優志望、間違いな感じもしますが精一杯やらせていただきますということですね。準備の方はよろしいでしょうか。音楽も大丈夫でしょうか。はい、それではですね、吉永さんで日舞です。どうぞ。エレクトロニックバイオリニスト。2011年に日本帰国してフリーランスでこの方も活躍されてるということは、バイオリンでね、こう活躍してる方ということなので、はい、はい、ご登場いただきましょう。ソングさんです。どうぞ。
の歌からですね。はい、はい、審査の方をお願いします。どうぞ。3点3点4点2点3点ということで15点ですね。15点。はい、はい、それでは19組目の吉永翔さんですね。日舞の演技ですけれども、審査の方難しいかと思いますが、そうですね、よろしくお願いします。どうぞ。2点、4点、3点、3点、3点ということで15点ですね。15点。はい、それではバイオリンのソングさんの得点に行きます。よろしくお願いします。どうぞ。4点、3点、4点、4点、5点ということで19点ですね。はい、これはちょっと経験値で、ね、国本さんにちょっと一番お年を召されてるなと。分かんないですね。はい、もうすぐ55になります。うわー、キサロ言ってんのかな。まずですね、歌の方なんですけど、はい、とてもね、なんか BGM としてすごく安心していける歌だったんです。そうですね、またですね、よかったと思います。はい、はい、次にですね、一部の方なんですけど、はい、わかりません。ですね、だから無難にやっちゃってるんで、なんか見せどころとかが良かったような気がするんで、一応3点付けさせていただきました。はい、ありました。あとソングさんの方は、はい、やっぱりこれからね、日本のいろんなイベントで活躍できるんじゃないかと、はい、すごい期待しますんで、そうですね、頑張ってください。はい、いい思いましたけどね。はい、そうですね、日舞は分からなかった。なんかこのそれも分からないことを分かりやすくやるのもこのゴングショーですね。はい、そうかもしれません。はい、じゃあ雨宮さん、はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。せっかくなんで日舞についてちょっとだけ。あ、はい、あ、さすが。お、はい、日舞の雨宮、うん、やったことあるやったことあるんだけど、はい、
その多分日舞としては、はい、すごくオーソドックスだと思うんですけど、おうおう、あくまで3分間で見せるエンターテインメントとして、うん、足りなかったことが2つ、はい、惜しかったことが2つあります。これは、1つがね、はい、せっかく綺麗な目をしてるんだから、うもうちょっと流し目をしっかり見せましょう。あ、なるほど。できてんのかな、この2人。いやいやいや、男子しか褒めてないし、ね、そう、男子しか褒めてないんですよね。あともう一個は、はい、一つ一つの決めの動きをするときに、はい、もう少し緩急をつけてやってもらうと、結構スピードが一定だったし、回るのことに関しても毎回同じスピードではなくちょっとゆっくりしてみるとか、まだお若いでしょうし、全然伸びしろはあると思うので、ちょっとその辺のテクニックを身につけていく。幅広いなぁ。さすがゴングショーの審査員。あぁ、ね、あ、便利だ、ここにありつけた、すごいなぁ、ねね、もっと本当にいろんなコメント聞きたいんですけども ね、 そうですね、時間の関係上、はい、ね、20組目までですね、はい、また総評などしていただきますので、はい、それでは20組の皆様ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや。